いやー皆さん、私捕まっちゃいました。こっから脱出するのあったけど、さっきの思い出す。あれ、みんなは元気かな。大どこ県の父、元父探すのか。これ絶対そうだよね。というのは本当で、今回は牢屋から脱出するゲームをやっていこうと思います。まあ牢屋自体からはひょい脱獄成功なんですけど、この牢獄自体から多分脱出するんじゃないかな。じゃあちょっと読んでいきましょうか。君たちは捕まってしまったようだね。脱出できるよう頑張るがよい。それでは脱出スタートだ。バイマメコ。誰？はい、というわけで皆さん、私が何の罪で捕まったか予想してコメントに書いてみてください。あんまり過激なのはやめてね。というわけでやっていきましょうか。さあ、懲役15年だったからな、ちょっと脱出したいなと思ったらもうねえじゃん。え？でもこれ多分ね、いけるんじゃないかな。いけねえ。ここは？あ、いけねえ。え？マジか、もうダメだ。はい、ありがとうございました。というのは嘘で、でもここら辺からいけんじゃないかな。こういう壁とかになんか穴っていうか見えない穴みたいのがあって脱出できるんじゃないですかって。全然ないです。お、来た。あ、ここだ、すげえ。ここ乗って入るとなんか岩みたいのがあって、なんか本当に牢屋って感じするな。こっからどう行くんだ。あ、あったあった。見て、ちょっと みんな全然見えないねこれ。ほらほらほら、ここにね、私がスプーンとフォークでガリ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 削って掘った脱獄用の穴があった。ここだ、ここ。来たー。こっから脱出するんだ。なんか書いてある。あ、なんか問題書いてある。このマップの作者名は？左、マメコ。右、マメ。こんな問題要素あんの？楽しい。ただ、皆さん、ちゃんと見ましたか？作者の名前。私覚えてますよ。マメ。こ、豆子ですねこれは。ってことで左じゃね、左のルートに行くってことかな。右はないのかな。ちょ、右ルートってどうなっちゃうの。あ、おい、これ上見たらわかんじゃねえかよこれ。隠してくれよ。し、じゃあこれで乗って、でもズルはしたくないからね。まあ牢獄から脱出してる時点でズルなんだけど、一回これ乗って、ちょっと乗る、ここちょ難しいな。よいしょ、オッケー。でこれ乗ったら次、あ、なんか書いてある。パシャ？パシャって書いてある。なんだパシャって。あ、これ今までの私の脱獄の動画、脱出ゲームの動画見てくれた人はわかると思うんだけど、これ写真を撮るモードにして、写真を撮るモードにして、これここ押すとね、ほら！これですよ。そう。これね、透明機能を使うと、この、見えないルートが、あ、この見えないルートがね、見えるようになって、すんなりと進むことができる。そして透明モードオフ。きたー。これいいね。なんか今までの応用編みたいな感じで、算数みたいな感じでいいね。算数は嫌いだけど。そう、イルカが飛んでる。イルカがどうしたんだいこれは。な、また説明が書いてある。イルカたち。イルカたちって言われましても。イルカたちが何なんだ。え？ちょっと待って。あいつら水入ってねえじゃん。水ここだけじゃん。え？イルカたちが何なんだ。イルカたちのとこに行きたいんだけど、これ行けなくね？あ、ジャンプで行くとか。え、何これ、どうすんだ。イルカみたいに泳げばなんかなんのかな。こことか。いや、ズボってなるだけだな。え、よいしょ。え、これなんだ、どうやって行くんだろう。イルカちゃん、あー、ここ入れた。イルカ関係ねー。ここ入れたんだけど、イルカ全然関係なくないっすか。じゃあちょっと行っちゃおうかな、イルカの元へ。レッツゴー。あれ、レッツゴー。あれあれあれ、こっちか。レッツゴー。あれ、レッツゴーしたいんだけど、いけねえ。ん、あ、いけた。あ、ここにちゃんと水あったんだ、よかった。イルカさんたち水あってよかったね。いろいろなんだ。これこの先行ったらいいのかな。よいしょ、行きましょう。よいしょ、いいよ、こらせ。来た。これ後ろどうなってんだろう。後ろは行けどまりか。さあ、ここ進んでって何があんだ。なんかまた看板があって、なんか書かれてるな。なんだい、さっきの思い出せ。はへ。さっきの思い出せってイルカのこと。イルカは青いから青。そんなわけないか。さっきの思い出せ。え、さっきのって何。さっきのはどこの位置のさっきだ。
でもなんかさ、赤いやつさぐるぐる回ってんだわ。これ絶対ここでしょ。えいパッ、え、あかね、わあ、いやダメなんかい。さあ、さっきの思い出せってあったけど、あ、カメラとか、これカメラ使うんじゃない？絶対そうでしょ。カメラ透明にするとか。なーも見えん。なーも見えなくなっちゃった。カメラじゃないのか。え、なんだろう、イルカのゾーンのこと考えると、ここら辺になんか通り抜ける場所があったけど、それでもないのか。え、一回ここ乗って開かせてみる。開け開け、あ、開いた。あ、ここじゃん。え、なんでピンクなの。え、ピンク関係なくね。何さっきの思い出せって言って、赤青ピンク、はい、なんでピンクなんだろう。ちょっと皆さん教えてくれ。皆さんもわかる、これみんなわかった。じゃあ行ってきまーす。よくわかんないけど行ってきまーす。なんでピンクなんだろう。イルカ青じゃん。なんだったんだ。じゃあここ行こうか。あ、なんかロボットがいる、かわいい。赤ちゃん、お母さんかなこれ。何これ。このロボ家は少し前に離婚、今は父なしの母と息子2人の3人で暮らしている。当たっちゃったよ俺。本当にお母さんじゃんこれ。離婚したのか、あんま良くないお父さんだったのかな。マジか。じゃあこれ救ってあげたいね。救ってあげたいけど、もうこいつらこの中で閉じこもってるからな。でもそれがヒントになるのかな。あ、お父さん探すとか、ワンチャンお父さん探す説ある。ちょっと一回登ってみよう。これは何なんだ。あ、なんか書いてある。見っけたぜ。なんだ。みんなは元気かな。バイロボ家の元父。元父探すのか。これ絶対そうだよね。元父わかるかな。みんな同じ顔してるからわかんねえや。ここ通り過ぎて、あ、さあお父ちゃん、おーい、ロボ家の父ちゃん、ロボ家の父ちゃんどこだい。今探してるんだけど、ちょっと君、そこのニコニコしてる子、あのさ、ロボ家の父ちゃん見てねえかな。わかんない。わかんねえか。ちょっとちっちゃい子に聞いた方がいいのかな。おい、ちょっとさ、ロボ家の父ちゃん知らねえ。ああ、あのクソ男ね。わかんない。いや、どいつもわかんねえな。なんかここにさ、今見えた気がするんだけど、こいつじゃね。こいつ関係ない。いやー、落ちた。そんな、はめやがったな。あの今の上のやつがお父さんってことかな。なんか子供二人なんか子供二人いたけど大丈夫。さあ、ここ進んでいけばいいのかな。合ってるこれ。さっきの本当にロボ家の父ちゃんだったのかな。あれ、待ってよ、これゴールじゃね。ん、なんでこれ。あ、ゴールだ、やったー。脱出されてしまったようだね。だが次は絶対ゴールさせないよ。もう君たちは自由だ。それではまた会おう。バイマメコ。誰。失礼だね。はい、というわけで今回はマメコさんの、マップで遊んでいきました。めっちゃ面白かったね。なんかこうクイズとか、あとはなんかお父さんを探せとか、ちょっとブラックな感じがね、楽しめました。マメコさん他にもワールド作ってんのかな。うわ、ジャンプした、いた。というわけでね、皆さんよければマメコさんのフォロー、そして私のチャンネルのチャンネル登録、そして高評価、高評価ボタンみんなわかる？あれ押していただけるとね、めっちゃ喜びます。マメコさんも喜びますって言ってたよ。それではまた会おう。おやすみ。